少なくともコンステレーションの宿は素晴らしいわ。こんなことに関われたなんて思っても見なかっただろう。漆黒の海にはまだまだアーティファクトが眠ってる。どこだろうとセーフティーとロックの確認だけは怠るなよ。いいな、悪党が出てこなくても探索ってのはただでさえ危険なんだ。交代するぞ。勝者は全てを奪えるのよね。
敵の目をそらせ。楽勝ね。うわ、何を持ち運んで何を置いていくのかを考える、いい機会だった。売るとか捨てるとか。無事に離陸できそうね。電子システム正常よ。噴射、軌道に侵入、安定化完了。
着陸地点は問題なさそうだ。船の高度を下げる。最初に質問してくるのは誰だと思う？マッテオ、それともノエル？私たちは踏み込みすぎたのかもしれない。圧倒されそうだ。スターボーン、アーティファクトの原始、音楽。本当にやる価値があるのか？マッテオ、まさか信念が揺らいでるの？あなたが？もしスターボーンが正しかったらどうする？アーティファクトを追っても無駄だったら、待っているのが失敗と災難だけだったら。私たちが間違ってるっていうの？答えを求めてるだけよ。そもそもそのために参加したんじゃないの？高貴なる発見の旅路のために。そうね、状況が厳しくなったからって任務を放棄するわけにはいかない。すまない、怒らせるつもりはなかったんだ。心配性が出てしまったな。ただこの旅に今の状況が嘘に思えるほどの変化が訪れないことを願うよ。邪魔して悪いが、ちょっと頼みがある。愛の設備は多くが寿命だ。もっと遠くのアーティファクトを見つけたかったら整備がいる。素材についてはサラとウォルターの許可が出てる。ただ人手が足りなくてな。一人では行くなよ。俺とお前だけじゃ足りないんだ。とっくに頼んで回った。もう何人か向かってくれてる。話したいことがある。都合がいい時に話したい。
ソフトウェアを設定中だ。あっちのコンピューターをテストしてくれないか。ウラジミールが最初にこのシステムを組んだ時、手伝ったんだが、どうやったかな。いい位置、完璧だ。ロッジからデータの送受信をする際、かなり役立つだろう。なあ、ここのパネルの溶接、手伝ってくれないか。ああ、久々に来たな。もっとウラジミールに顔を見せてやった方がいいか。あっという間に終わったぜ。一応もう少しチェックしとくか。この部品の一部は古い技術のアダプターの寄せ集めみたいね。このスキャン装置を取り付けたいの。手を貸して。設備に互換性の問題があるよね。あいて、スクワットしすぎた。ワイヤーを間違えたのか。ステーションが赤くなってるぞ。俺の計算よりかかりそうだな。部品はいくつか怪しいだろうと思ってたが、ワンスパンじゃ終わらなそうだ。私の責任よ。治るまで残るわ。しみったれた空気はいらんが、助けは歓迎だ。お前はそうだな、俺たちが愛の修理をしている間、時間があったら他の件の話を耳に入れておいてくれ。